ルフィさん、試合前にバイエルンを粉砕。マジだった。想像以上にすごかった。なお試合は負けた模様。想像の100倍くらいでかかった。何これ、手使っちゃダメなスポーツなのに。キーパーだろ、幕の裏の人。試合見れんの？広げてるのは試合前だけや。選手にワンピース好きなやつがいるのかな。ワンピースってサッカーとなんか関係あるの？ PSG のエムバペとカネイマールがアニメが好きだからサポが作ったんじゃね。ちょっと前までワンピース人気はアジア限定って言われてたのに、いつの間にか世界に広がったか。バリサポってなんでこんなに日本のアニメ好きなの？